ワイワイのいきなり早口言葉。はい、今回はこちらですね、この寿司は少し酢が効きすぎた。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 さあ、ということで、本日もですね、始めてまいりたいと思います。剣士番外編シリーズのパート5つ目ぐらいでしょうか。今回は前回よりも投稿期間がねあまりに空いてないのかなというふうに思いますけれども、今回も今回とてですね、私やりたいこと前回前々回と同じでございます。一応タイトルコールだけ言っておきましょうか。では行きましょう。己の力で社会をどん底どこどこ探検タイム。ドゥンドゥルドゥルドゥルドゥン、イエイ。今回も今回とてですね、前回前々回の続きということに相なってございます。まずはマップご覧いただきましょう。こちらがもう皆様おなじみ剣士の全世界のマップとなってございますが、この世界には世界中には5体の怪物が言われていると言われております。こちらは私が厳選した5体となってございますが、その5体の怪物を従えようという企画でございますね。で、前回はこちら、ブラックゴリロ、キングゴリロという名前のですね怪物、大きな怪物をゲットすること仲間にできました。さらにはこちらグレートホワイトゴリロというですね、白い、同じバージョンなんですけれども、白い怪物も仲間にすることできました。こう見えてこのブラックよりもね攻撃力が高いんですが、また前々回にはこのカニさんであったりとか、このラプターであったりとか、結構変わり種を仲間にすることができております。で、いよいよ今回は最終回、最終回というか企画のね本当に終盤でございます。今回唯一の5体の中でラスト1体、唯一の機械の怪物でございます。そして、その機械の怪物は実はですねこのマップの南部、ここにいると言われております。でも私もあんまわからないんですけどね、ここは私行ったことがございません。このハイブと書いている名前のね都市なんですが、このハイブというのは、簡単に言うとこういうね、久々に顔を見ましたけれども、これピータンという名前なんです。こういうような形をした生き物、種族をハイブというふうに言います。人間みたいなことですね。ただこのピータンのこの形、このなんかカロリーメイトみたいな頭してるんですが、これはですねハイブの中でも非戦闘員、かたや同じハイブでもこんな感じのねハンマーヘッドシャークみたいな頭の形をしたパターンのやつ、こいつらは実はハイブの中でも戦闘員としてのだから強いハイブという位置づけなんですね。で、今回私が向かいますこの南の方のハイブというところ、これサザンハイブ、サウザンハイブ、サザンハイブかなと言われる、このハイブたちの中でもある勢力の都市なんですけれども、ここにはですね非常に屈強なハイブたちがいると、だからもうこういう形のハイブたちがいると言われているところ、しかもそこにはですね女王みたいなものもいたりするらしいし、そして本日の本当に目的の一匹でございますね、最後の機械の怪物、それもここの町にいると言われているんです。どうなるかわからないですけれども、こいつをゲットしに行くというところね、今回の見どころでございますし、またその流れの中でこの P という存在、だから一番使えない存在なんですね。ハイブの中でも非戦闘員、本当にもう農業とかしかできないこいつを最強にしていくという過程、これも一緒にね同時進行で強くしていければなと思っております。さあ、では死のこと言ってても仕方ないんでね、早速行きましょう。いやでも本当に申し訳ないなってね思うんですよ。いやね、前回の動画ですよ、約54分ですか、54分ですよ、カップラーメンをいくら作れますか、いくらでも作れますって、そんなぐらいの時間ですよ。だから3分あればカップラーメンは作れるんですから、だからせーので500個入れたって作れるんですから、そうでしょ、3分は。いやそんなことはいいんですよ。いや今回はだからね本当にもう雑談って言ったらあれですけれどもですね、パッパッともう、はい、着いた、はい、倒した、持って帰った、仲間、はい、もうしまいよ、もうそれパッパッパッとしまいよ、だからそれだけも見といてほしいけどね。ただちょっと一つだけね話したいことがあるね。どうした、なやお前、いいよ、一緒に行くよって。いや、今度いいよ、お荷物やから。まさか置いてけぼりにするつもりじゃないよな。いや、なんで僕ら脅されてるんですか。よくわからないです。添え木だけしといてあれ、ほんだ、添え木だけ。
でもなんかねついてきてこれお茶を濁されたっていうんですか、お茶なんてもともと濁ってるんですけどね、ただまあ話したいことっていうか、話したいことというほどのことではないけれども、まあこれちょっと僕の中で考えたことなんですよね。でまあ何かっていうと親子丼っていうじゃないですか。で親子丼ってみんな食べました？僕最近ね、あ親子丼食べたいなと思って、で親子丼をまあ食べにごはん屋さん行って、まあ、カツ丼食べたんですけど、結局親子丼ってね、それはどうかなって思うんですよね。いや、まあ、言いたいことはもう分かると思う。みんなもう本当今まで多分タブーやん、これ日本のタブーやん、だからあんま言うてこへんかったやと思うね。でも親子じゃないと思う、俺はやっぱりそれは言うとかなあかんと思う、誰かがな。だから実際親子じゃない場合どうなんだろうと、今やこのご時世とするならばですけども、その場合親子丼っていう名前っていうのはちょっと違うんじゃないか。じゃあどういう、ただね、ただそこやねん、その法律の抜け穴。うん、だから親子丼なんやなって俺は思ったよね。じゃあ今度一番何腹立つって言ったら、もう他人丼やからなもう他人丼に関してはもうそれなら言わんでええやん、それいちいち言わなあかんの。じゃあ海鮮丼はどうなんねやな、親戚丼とかになるのかな。あれあくまでそういうことで言うと親戚やろ、遠い親戚に当たるわけやろっていうことになるの。あれも他人丼な、他人っていうかまず人でもないしな。マグロ山かけ丼なんかお前もうほんまあれちゃん、相入れぬ間柄なんちゃうんじゃ待って、親戚でもないし植物と魚類やで、もうめっちゃ遠いで、和田アキ子と本田翼ぐらいちゃうで。さあということで、マップはここまでやってまいりました。ここね、ただこのモーンというのが前回グレートホワイトゴリラを手に入れたところでございます。ただこのカタンというところ私全く知りません。このカタンというところね、どういうものなのかっていうのをせっかくなら今一番近いので、ここちょっと寄ってからこの下のねハイブというところ攻め込んで、今回の望みの怪物それを見つけたいと思うんですが、果たして何の勢力なんでしょうね。はい、おいさん来たよーって、一級入魂のおいさん来たよ。あ、ここ侍のやつ、都市連合ここ、うわめんどくせえ、何こことか、何ここ入ろうか、ほらここ入ってみようで、ほんだら、なんかすいませんお邪魔します。あ、なんかいる、あこいつなんかちょっと違う感じするで、お前こいつ何、あこいつは普通のやつや、しかも42、あ出た私の住居から出ていけ、農民やってロードしろ。あ、うわ、これ強いわ。80やって、クロスボウ。クロスボウで80か。なるほどな。じゃあ、これ多分近くに行ったらそんなに強くないんやろな。よーし、P。行ってこい、お前。お前一人倒せな、こんなやつ。P のこの、首元すごない、これ。わかるこれ。なんか新幹線乗る時の枕みたいなのお前つけてんの、常に。かっけえ。くそほど目でかいな、お前。ブラックホールみたいな目してやがる。はい、お疲れー。もう大体倒したっぽいですよ。ここのやつはまあ倒したでしょうし、別になんかしたいことがあってここに来てるわけじゃない。まあとにかくね、ここがカトゥンカトゥンって名前変わってますやん。このカタンっていうところがまあ、侍の天皇っていうところですね、のところだということが分かったっていうのだけでね十分ですね。まあ私こっから本当にこいつらよりも強いかもしれないと思われる、そのサザンハイブそれと勝負しなきゃならないので、そこをちょっと先に行きたいと思いますけどね。お、あれはあれ何、これ知ってる俺これ、あ、な、旧監獄って書いてる、何これ気になるやん、寄ってみようや。あ、おじさん来たよーって、バジ豆腐のおじさん来たよー。よし、ピッキングしてくれ。ここが一体何なのかですね。これ旧監獄ってことですから、今は誰もいなければまああんまり意味がないんですけれども、ただ建物としてはね、なんかありそうな感じ気配はしているのよね。で、未だになんですけど、私新しい発見とか実はあったりするんですよね、このゲーム。でも本当にすごくて、私自体がこのゲームを250時間ぐらいなんですかね、確かプレイしていると思うんですけれども、それでもまあ、見つけきれなかったものとかっていうのもあったりするみたいなんでね、入っていってみましょうか。はい、
うわなあ猫背やんけお前。前回おった猫背ちゃうんかお前ら。おお一番に道着来てお前。めちゃめちゃ手でかいの。ゴリロ盗賊団やせや。お前ら知ってるよ。みんな一緒やわこれ。全員猫背やわ。お上の階は上の階なんかおちょっと待ってうせやん。あこれ猫背の王。これ猫背の王や。お前なんていうの。ゴリロや。一緒やないか全員。うわすげえな。すげえの見つけたな。ちょっと待ってこれはさえこんなところにそんなんがあるって俺知らんかったから、ちょっと一回出ようか。一回出てでちょっとお前だけで行け。ピーなあほらみんな見てくれてるわ。待ってよみんななあピー表情が全く見えねえ。まあ大丈夫大丈夫みんな。ほんまにねこいつは本当に私 だいぶ等しいような時間をかけてこいつ育ててきてます。まあ見ててください彼の強さを。あいた。おおあ何やこいつら。おいお前こいつ格闘家か。格闘家かぶれかお前。おやるやんやるやん。奥さんの方できた。お一人おおね俺小人飽きたっつってる。何こいつ。こいつだけお前あれちゃうの。お前王ちゃうの。えお前王やんな。王やん5万の賞金首なんやお前。お前だけ武器持ってるやんこれ。しかも名刀ちゃうんお前。なんやねん統一せないなお前ら。はい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 もう一丁。はいもう一丁。はいもう一丁ピー。はーいはいはい人たちよ。ああ見たかピー。かっこええやん。勝利の雄たけびやなピーな。ちょ待てよピー。お前体力どうなってる今。うわもうすでに胸部がマイナスってお前。胸がマイナスってなんやねん。いやでもみんな見てくれこの背中を。非常に広くなったんじゃないかピーの背中が。心なしかそう思えるのはどけろお前。確かにサーベルはひん曲がっているかもしれないだけれども心の筋は一本よお前ならいける。お前なら一人で倒してみせれるよピー。疲れした大丈夫ピーピーおいピーお前うちのピーよお前。猫背にする気かお前。うちのピーよやめろお前。どうしてくれんだようちのピーよ。なあこいつ持ってきよるぞうちのピーよ。どこで猫背にする気やお前。ふざけんなよお前。絶対に猫背にだけはさせへんからなお前。うちのピーは危なかったなピー。あやよく猫背にされるとこやったな。よし行ってこいピー。大丈夫お前ならそれでも行く。それでも行く一回寝ようかなピー。一回寝よ。じゃないとあかんわ。一瞬寝られてしまう。一瞬で猫背にされた。お前またお前うちのピーお前猫背にする気か。おーやれるもんならやってみなよお前。うわ見てこいつみんなほら。これあれなんですよ。今ねちょっと寝てもらってるんですよピーに。やっぱピーをね強くしないと何の意味もないわけだから。こんなところ別に何もしに来たわけでもないんだから、ピーをちょっと寝かせてね今体力回復上がってもらってるんだけど、こいつがちょっと攻めてきてね。こんな顔してたやなこいつ。うわすごいな。ドレスシューズみたいな口してやがる。うわすごい。もう首逆向いてしもてるやんほら。すごない。そういう風に起き上がったらどうするって。ほっといてこれ食って立ち上がったしょ後ろ向いてた。おーおーちょっと歪んでる。ちょっと歪んでる。おー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 もっとよかったやん。よかったなお前。ドレスシューズ VS ホップスや。あいいやん。なんか棒状の武器対決何持ってんのホップス。それ武器ちゃうで。悪いけど飴か飴系それほんでまた厄介な首の位置しもうたなお前。からもうくくっとけやこれホップス。これおい一回普通に一層結びしとけこれ。いや結構待たなあかんね P の回復ね。ならばまあ、特にこいつらは格闘家でしたから、こっちの最強の格闘家を当てがめるっていうのはどうでしょうか。で私が考えたんですけど、まあ、サットニールが本当は一番強いのかな私はそう思うんですよ。ただサットニールなんか知らないけど、この解放軍みたいな奴隷解放軍みたいなやつがついてきてしまうから、だからサットニールちょっとはけといてもらってアグーヌで行ってみようかな。こっちはアグーヌ1人、アグーヌ単体、こいつ VS ゴリロ盗賊団っていう、これ果たして勝てるかどうかチャレンジ。さあ格闘家としてさらなる名を馳せることができるかアグヌ、チャレンジです。よいゴー。さあ行きましたアグヌ。入っていった。そこにはでも敵はいないか。お、どうした。
ほとんど P が持っていったか、もしくは強いやつたちは上の階にいるというのか。上の階は、おっと、上の階は上の階で不在。一体敵はどこにいたのか。さらに上の階、あ、さらに上の階で寝込んでいます。ゆっくりと休んでいる人たちが、あ、いました。王はここにいます。王だけ鎧をつけているのですが、大した攻撃力などではないので、これ格闘家アグヌ一人で本当に倒せるのではないでしょうか。さあ、いった、アグヌいった、アグヌいった。おお、アグヌかかってこいよ、体勢。おお、剣を持ってきていますが、はい、まず一人目殴られました。アグヌ殴られた、倒せるか。これアグヌすごいですよ、全員の攻撃をこれ避けているんですか。まさか、まさかアグヌこれだけの攻撃を避けて倒していっているのでしょうか。なんという底力。おお、行きました、アグヌ全員を倒してしまいそうな、その勢い、倒しました、アグヌ。さすがですね、アグヌ。P が回復した意味が全くない。よし、じゃあここに、ここに違う違う違う、お前がじゃなくて P 次来るから、その、ここにちょっと下ろせ、こいつを。よし、じゃあ P、 いよいよ行くか。 P、 最高勝負の時よ、お前一人であのゴリラ盗賊団を崩らせてしまえ。 P、 行こう。よし、待たせたな、ゴリラ。お前はこの P 様がお相手してやる。さあ、かかってこいよ、ゴリラよ。はあ、口ほどにもないやつめ、お前にこの椅子に座る権利などない。消えろ。なんだ、挑戦者が上がってこい。くしょうどもにもない、手を出すまでもないわ、お前など。よっ、ピーちゃんおめでとうございます。いや、ほんま P 先輩、いや、あれっすわねえ、 P さんほんますごいっすわ。いや、もうほんと頑張ったよ、 P すごいよね、君ほんとに。やっぱね、みんな努力見てたもんね、みんなね。やっぱこう、彼がね、あれなるっていうのはほんますごいと思うわ。大いに帰りたいと、ほんとおめでとう、 P、 おめでとう。まだ来るわ、ほな、まだ、 P、 お疲れした。さあ、ということで、一旦ですね、P はここを収めまして、ゴリラ盗賊団のところですね、さらに南下していきまして、このハイブのところをいよいよ向かっていきたいなというふうに思います。どうやらですね、このハイブのところにいる、今回私がね、ゲットしたいという最後の怪物なんですが、こいつは、まあ、なんていうかな、崇められている存在らしいんですよね。で、要するに、まあ、それ宗教的なっていう言い方が合ってるのかどうかわからないですけれども、非常にこう守られている存在でもあるらしいんですよ。それが果たしてどういう風にね、存在しているのかという。だから今回は町にいるとも言ったんですけれども、この町の中にいるのか、それとも外をうろついてるのか、ちょっとね、そこら辺も謎が多いので結構楽しみなんですよね。あ、早速ちょっとしか進んでないんですけど、まだここになんか村ありますね。ここ行ってみますか。じゃあ村、はい、おいた来たよって、おい一、おい二の、おいさん来たよって。はい、ごめんなさい、ちょ、考える間がなかったんで。ここはですね、ハイブという、ちょっとだから関連性があるのかどうかわからないですが、お、肉のあるやつらと言ってますね。これね、ちょっとここでご覧いただきたいんですけど、王様に捧げる肉、お、これ結構なキーワードですよ、王様に捧げる肉。そうなんです、こいつら見てください。これ P とちょっと形が違うでしょう、ハンマーヘッドシャーク型、これ戦闘に強いやつらなんですね。こいつの能力、ただの雑魚兵ですよ、攻撃力が56ございます。非常に強いと私思っています。このね、特に剣士南東部ここら辺に関してはほとんどのやつが強いんですけれども、こいつらはね、私戦ったことないんですけど、結構本当に強い方やと思ってるチームとしては。だからね、こう気をつけていかなきゃならないんですが、王様に捧げる肉だ、そこが結構ポイントなのかな。その王様って何なんだろう、それちょっと紐ほどいていきたいですね。お、すごい P いるやん、これ P、 PP も、P も手伝って、P も手伝って、思わず体が動いちまう。いや、おのおのな、十人十色の戦い方があっていいよ、P。それでいいねん。それがお前の戦い方で、それでいいねん。仲間がそうやってやっててもいいねん、それで。いいねんっていうか、もう出る必要がないもん。うちの P 出すまでもないもん。いや、これちょっと待てよ。俺、今いいこと考えついたっていうか。
あの、私の今回の目的としてるのって、おそらくこいつらが言う、この王様に捧げる肉だ、王様に捧げる肉だと。要するに多分ね、生贄的なことやと思うんですよ。それをしようとしているのであれば、王様に会うために、私は一体何をすればいいか。答えは一つですよね。やあ、やあ、今はね、P、ちょっと P を鍛えなきゃならないから、まあ、P の練習相手としてね、これでちょっと戦ってもらってます。で、他のやつ、他のこのメンバーはこっちの方でね、ちょっと今もう見届けていただいておりますので、できれば街1個ぐらいはね、やっぱ P に滅ぼして、いや、もう後にね、やっぱ最強になる男ですから、おい、かかっておいで、かかっておいで、ザコどもめ、かかっておいで、そんな前に伸びた、前方が見えないような召し上がって、勝てると思うな。ピー、ちょっとピーの体勢が、おい、なんとかしやってくれよ、うちはピーよ、お前ら。何この形、なんでそうなりおるん。なかなかレアやと思うよ、こんなこと。しかしだいぶ強くなったよな、ピーもやっぱり。まあ、次から次から敵が湧いてくるんですけどね、まあ、どっから来てるんか知らないですけど、しかしすぐにはやっぱりね、負けなくなったもん、P 自身は。かなりやっぱ屈強な男に育てるとも思うし、防御力が何よりやっぱ高いんだよね。だから敵の攻撃を受けてしまうと、結構こいつ、弱いところはあるんだけれども、受けないからね。ちょっと待って、P がさ、三角座りしてるみたいになってるわ、なんか。すごいなんか、コンパクトにまとまってるみたいになってるわ。お前を王様に見せたいだけだ。見せろよ、はよ。分かってるやん、もうみんな。みんな流れ分かってるやん。あ、あれやった方がいいなって。もう P 持って行ってってことやん。王様のとこに P 持って行って食べさせようとしてよ。そういうことやん。ほんで、それ助けるってやつや。熱い展開や。いや、P だけは食べさせない。P だけは絶対食べさせないってやってや。もう。じゃあもう中止中止。もう作戦中止中止。もう、もう前ら出ばれ出ばれもう。よし、よし、よし、もう中止中止。もう殺そう。みんな殺そう。見えてきたんじゃなかろうか？あれか！この建物じゃない？この建物がおそらく、あれやわ。あの、ハイブのやつやと思うわ。ほら、ハイブって書いてるもん。なるほど！じゃあ、ここで見せますか、Pさん。ねえ、Pさん力見せましょうよ。Pさんはあれですもんね。ハイブにハブられたんですよね。で、まあ、それは、体の非力さっていうのもあるかもしれないけど、どちらかというと、心の、精神的な部分ですよね、Pさん。Pさん。そんなPさんがね、今やもうこんなに強くなったわけですよ。それこそ、今ならば、また違った人生が歩めるかもしれない。その違った人生あるのどこ？そこじゃない。そこじゃない、Pさん。でしょう。よし、Pさん。満を持してよ。今日のクライマックスはPさん。ここよ！よし。ついに温めてきたこの腕を。研いだ牙を見せる時が来たか。ハイブよ、ここにハイブの王がいるということやから、行ってみましょうよ。ん？何これ、なんかすごい、なんか変な形。これドームの中に建物をもう一個建ててるってことね、これ。ハイブので、ここら辺にもいますけど、ハイブの王とかはここに、ハイブの王っていうか、なんか女王がいるっていうことだよね。で、王に捧げるって言ってるから、王と女王がここの場合いるっていう、ちょ、わからん。もう、見方がわからん。とにかく、ちょっとよくわからへんけど、もうこういう目の前にいるやつから倒していくか。もうそれが一番手っ取り早いっしょ。よし、では行け、P。男を見せろ。さあ、どうなるかな。ここら辺のハイブは、おぉ、このなんで、どしっと構え出した。ちょっと待って、待って、え、どこ持っていくの、どこ持っていくの、え、どこ持っていくの、うせや。え、何が、これ、ちょっと待って、なんかどっか持っていかれてんだけど。あ、うせや、ちょっと待ってや。え、室内じゃなくて、王様のとこに持っていくんじゃないの、お前。王様は、王様どこにいんの。あ、ここもハイブの村なん、これ。あ、みたいやね。なんか建物らしきものはあったけど。あれ、何、外に放り出すだけ、これ。別のとこにいんの、王様。なんかすごい風を受けてるみたいになってるやん、P。話してあげてや。何よ。おっと、なんか、ひっつけられたのですが、ひっつけられてしまいました、P が、今。ここで転んだ。しかも、こんな傾斜で。やっぱりあれでしょうね。
これ日頃 P は頭が傾いてますから、今ちょうど均衡を保てますけど、これ常人やったら三半規管やられるよ、このまま行くと。ふっと、まんまと策にはまったな、ハイブたちよ。もう皆さんもご存知でしょうけれどもね、このハイブという、まあ王はおるか女王さえ見つけることはできませんでしたけれども、このハイブ P ね、わざと捕まったんですよ。彼はね、負けるような存在じゃない、それをわざわざ負けてあげた。なぜならそれが、おうわー、来た、ロイヤーこいつです。皆さんこれです、今回のターゲット、この剣士の大陸に広がる5匹の怪物、そのうちの1匹、名前をキング強ちょっと待って、数字を今から皆さんに発表します。びっくりしないでください。彼は獅子とかの能力値はまあ1000いかないぐらい、しかし攻撃力141、筋力303、そして器用さ164に打たれ強さ140化け物です、まさに化け物。これは、これはちょっと待って、これは何、 P の方に来てるってことこれの、ちょっと待って近づいてきた。ピー、待って、ピー、脱出してくれへんかったら、十分な技術がなくて、いや、ちょっと待って、うわ、何、どっか壊れてる今、うわ、どっか壊れてる、ちょ、待って、みんな今すぐ行け、今すぐここ回避しに行かなあかんか、くそ、待ってろピー、今すぐ向かうからな、ピー、耐えろ、ピー、うわ、なんてこった、なんだここは、一体あがめている、食べられているピーが、ピー、ちょっと早く助けてきてくれ、早く助けてきて、くそ、またいっぱい出てきた、いっぱい出てきた、ここに来て、待て、ピーを助けろ、まずはピーを助け、ピーの命だけは救え、待たせたな、どん底どこどこ隊剣山、はあ、さあかかってこいよキング、まずはこの周りです、まずはっていうか、ちょっと誰か、なんか、アグヌ、お前、アグヌ、こいつ、お前、なんとかしなあかん、一回、違う、キングじゃなくて、こいつを、ピーを、オッケー、ナイス、ピキング、アグヌ、ピキング、よし、なんとか外せんか、アグヌ、システムを流せ、アグヌ、ナイス、よくやった、アグヌ、ちょ、お前、ピー、ダッシュ、おっしゃ、ダッシュでした、でもピー、ダッシュ、逃げろ、ピー、あ、かかっちまった、アグヌまずい、ちょ、一回行け、まず B は一回大丈夫だ、出してくれ、お、走るぞこいつ、おい、こいつ走るぞ、お前普通に走るやった、四足歩行ちゃうんけ、お前なんやねんこいつ、ちょ、一回、誰がどうなってるか分からん、これバーンやろ、一回回るやつ、今キングがキーそれてるから、その間に黙って倒せんか、お前ら、ここぞやぞ、ピー、腕の見せどころやぞ、まさに今はお前が助ける番や、ピー、あかん、強い、うわぁ、いやちょっと待った、これいよいよマジでヤバいんじゃないか、ピーやろこれ、まあまあヤマピコはピッキング能力長けてるからまだ助かるとしても、他のやつらどうなったんだ、一体これバーンやろ、あれ、ちょっと待って、チリジリになってる、あ、こっちはこっちでいるわ、こっちはこっちでいる、ちょっとキングが一周して回ってくる間に、赤キング一周して回ってくるんちゃう、普通に向こう行って通り過ぎてこっち来た、ちょっともう一回、まずい、ここ山彦、お前、山彦、お前ちょ、一回これピッキングしよう、お前のピッキング能力にもうかけるしかない、ここはまた、そしてまたお前に助けられるのか、ホップスもハブートも捕まってないやんけ、これで一回応急処置か、頑張ってる、オッケー、今がちょ、赤、またピー食われる、またピー食われてる、ちょ、ピー食われてるから、ピーを助けに行け、山彦、早くピーを、やばい、もうしょうもないことするな、しょうもないことしたらハブート外すよ、お前はどうなってる、 うわ、やばい、まだ走ってきた、やばい、逃げろ、おいしょ、危ない、走ってピー食いに行くから、ピー早く、何してんねん、なんでお前今脱出したんちゃうんか、なんで自ら食べられに行ってんねん、早く決着つけろ、やばい、行こう、あかん、もうやばい、うわマジで、ちょっと待って、やばい、ちょ、まずい、ピーが自ら行ってんねんて、今ピーが自ら倒されに行ってるから、ハブートなんとかしろ、ハブート、なんで 7.7% やねん、あかん、もうこうなったら
やばいやばい、もうこうなったらもう行くしかない。もうこうなったら叩くしかない。とにかくもう時間がかかっても叩くしかない。誰かが食われることになるかもしれんが、全員食われることだけは避けるぞ。あかん、もう無数にやってくる。ヤマトの大親分がさっきから体がでかいから狙われんねん。いやまずいな、これはマジでまずくなってきたぞ。まさかこっちの最高勢力をぶつけてなおこんな戦いになる勢力があったとはな。一回考えよう。この周りのやつがめんどくさいね。キングがどうこうじゃないね。この周りのやつらが非常に強いね。これ90や。90やで。ちょっと強すぎやしません？なんやねんこれ、なんでそんな強いねお前ら。ちょ、バカ、もうバーン、アグヌ、サッドニール、コテシ、この40士が完璧な状態に出揃わないと。やまびこ、今お前これピッキングした？オッケー、ピッキングして、その間に気散らしてる間に脱出してサッドニール直せ、サッドニール直せ。よし、サッドニール、コテシ、ヤマトの大親分直して、一気に中合して畳みかけて。あかん、いっぱい来た、いっぱい来た、いっぱい来た、まか、いっぱい来た、あかん、いっぱい来た。ピー待ってろよ、ピー待ってろよ。お前ピー食われてんねんからな。まずあかん、ハムートまた捕まるよったもん。あっか、もう何にもできやん。うわ、ちょっとマジでまずい、マジでまずい。 P がもうすでに今頭部を食われかけているから、なんかこうなったらもうあれしかない。神風アタックしかない。これもう キングを狙い、キングを狙い、バーン、キングを狙い、もうキングを王を落とせ。バーン、そこ王、おばちゃん、王が振り向いた、王が振り向いた瞬間や。オッケー、これ戻れ、バーン、バーン戻れ。よし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 、この間この間、高見ちゃん、今お前走れば走れば、バーンがバーン抜かされた、バーン、こいつ困る機会、困る機会。おお、よし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 、いいぞ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 、バーン、どっかやれどっかやれ、もうこの地区から出せ、こいつ地区から出せ。いいぞバーン、いいぞ、ジグザグ走法、ジグザグ走法、PUBG で習ってジグザグ走法や。これで攻撃を当てさせるな。よし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 、もうちょっと待って。もう何を追いかけているの、あなたは。バーン、ここやのに、ちょっとこれどうしようかな。どこまで行ったらいいんやろ。こっち行ったらこっち行ったらまずいから、上の方に行った方がいいんかな。あ、方向としてはこっちの方かな、こっちの方に。よし、来て来かせ、ナイス。もういや、前行くのだしちゃん、俺何を動かしてんのかわからんなってくんだけど。今なんとかバーンが向こうでやって、でまたやられてやってって繰り返してる間に、この状態で持ってこへんな、まだまだ持ってこへんな。よし、まだ持ってこへん、大丈夫、今の間に逃がせ。ビーム逃げろ、ビーム逃げろ、大丈夫、お前にはすでに用意してやる新兵器を。危なー、もうこれバーンが持っていったやな。バーン最高よな。これバーンじゃないの、これいいの、バーン、バーンなんかも足引きずりながら最後あっちまで一回行って、でもそれでも引きつけて引きつけてって、こいつはすごかったよ本当に。40種復活のその時来たか。でここは、ここはまあ大丈夫だよ。なんとか生還や、なんとか誰一人かけることなく生還したぞ。いやー、しかしちょっとこれはまずかったな。あわや全滅まで行ったで、このタイミングだよ。何十回でやってきたこの剣士のシーズン2ですよ。それでここまで追い詰められるか。サザンハイブ、サウザンハイブ、舐められへんな。おいおい、よくもやってくれたな、サザンハイブ。そっちがその気で来るんなら、こっちもその気で行ってやる。目には目を、歯には歯を。少し早めの怪物百鬼夜行、お前らに見せてやる。新生、どん底どこどこ軍団、剣山。よーし、来たぞ。これは時間をかけてやってきた、今まで仲間にしてきた4体の怪物、そして今まで怪物として頑張ってくれたこの黒猫の大親分率いるブルーヘッド組、全てまとめてお前にぶち込んでやる。バーサスサザンハイブ、そしてキング戦、いざ尋常に始め。さあ行った、新生どん底どこどこ軍団、これはまさに怪物対怪物の戦いだ。これはもうまさに災害が今サザンハイブを襲おうとしています。はあ、なんということか、サザンハイブは神を怒らせてしまったというのか。これは無慈悲だ、無慈悲な戦いが始まった。いやー、しかし我々にやってくれたからな。
キングの前にまず奴らを倒す。じゃあ小さき者は建物へ乗り込め。どこだ、廊下にいるんじゃないか、サザンハイブの王が。あ、なんだここは。こいつらまだまだ生きてやがるな。あ、ここに、あ、いた。こいつか、このなんか角がひたすら多いやつ。こいつがサザンハイブの女王、南の女王。ほー、なるほど。女王は大して能力はないんだ。しかしこの周りのエリートドローンガードが88、90。ほほほ、なかなかの猛者たちが腐るほどいるではないか。来たか、あ、女王様、女王様つってグリー言ってきた、グリー言ってきた。さあかかってこいよ怪物たちに。お前たち歯向かうつもりか。おお、いったいった、グレートホワイトゴリラがまさに攻めていっている最前線だ。こっからですよ、こっから。肉をよこすのはお前らの方だ。はい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 。さあ、いったダメージどうなってるか。おっと、青い数字しか見えない、青い数字しか表示されないバグか。ここでは今ガズヒーラーと、エリートドローンガードの勝負、一方的だ。非常に一方的、サシの勝負となった途端非常に一方的です。ダメージはあまり通りませんが、ダメージのあたりでいくとやはり一撃一殺の拳、モハメド・カニ、このあたりが強いのか。しかし結構体力持っていかれましたね。機動戦士ガンダム、頑張ってますね。全く動かない。そしてヨッシー一切攻撃する気なし。やはり草食動物だったか。どうしたの、エリート、どうしたの。うん、エリートってそういうことを言うんだ。へえ、ここのエリートってそういうレベルなんだ。あ、ここで土下座みたいなものをかましているのは獣フレンズではないでしょうか。もうもはやあの小さき獣フレンズと、ちっちゃな獣フレンズと言っていたあの獣フレンズはまさに獣の大きさに愛嬌ゼロと化してしまいました。しかしながら我々を支えたその愛苦しさ、僕は何も知らないと言わんばかりで今もなお何も知りません。わあ、ドーナツはここで何してるのでしょうか。バランスを保っています。ドーナツはここでもバランスを保っています。モデルみたいなことしてんの、ドーナツ。お前どんな立ち方してもごめん、サムネイルには使えへんで。その首とその顔やんか、ちょっとよくわからへんと思うね。パッて見てこれが顔やって多分思えへんと思うね。よし、ここいらで行っとくか。もうほっといても大丈夫だろう。 P、 お前の出番だ。ここで敵の情報を見てみよう。あの女王はいるのかどうか。あれ、女王がいないな。あ、いた。いた、 P、 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 そんなとこにいい品があった。 P、 P、 ちょっとこれ戻ってこい。よし、 P、 よくやった。ではこれをもらおう。お、名刀や、ポールアーム。お、ポールアームの名刀って俺持ってる気がするんだけどな。高飛車が持ってたような気がするんですけど、じゃあそうですね、別に誰でもいいんですが、せっかくならじゃあドーナツにあげますか。あれだけモデルっぽくして、これでモデル立ちしてもだ、一体どうなるかっていうの見てみたいもんね。んやろうかな、あやろう。やった。お、やった。様になるね。ピーもほら映ってきてるやん。でもごめん、サムネイルができん。君たちでは申し訳ない。インパクトがあまりにないので、本当にしなければならないことをやっていこう。よし、じゃあ今度は報復の時間だ。よっしゃ、みんなお楽しみの時間といきましょうかね。行きましょうよ。ドーナツ、彼の特徴何か覚えていらっしゃいますでしょうか。そうです、彼はズバ抜けて足が速いのです。見せてもらいましょう、その足を。ゴー。おー、いた。わー、そんなに速くは見えないが、しかしこれ剛速球ぐらいの速さしております。そしてドーナツは一体どこに行くか。そう、もうお分かりでしょう。はっ、残念だったな。お前をおびき寄せる餌として使わせてもらおう。ドーナツゴー、ドーナツゴー、ドーナツゴー、ゴー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 、いける、まだ速くなれる、ドーナツゴー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 。よし、よくやったドーナツ。そしてこいつを持ってきた頃合いでやってきてくれたようだな。3匹持ってきた甲斐があったよ、キング。お前を倒すためにわざわざ何往復したと思っているんだ。
よーし、行くぞみんな、勝負の時間だ。ん、どんな気持ちだお前。ん、機械に食われるっていうその矛盾、どんな気持ちだお前。わからんだろうな。やる側にはわからんが、やられたもんにはわかるもんがあるんだよ、多段ハイブ君。そしてそのやられる側に次回るのがキング、お前だ。怪物に食われるその気持ち、キング、お前に知ってもらおう。どん底どこどこモンスターズ VS キング戦初陣。さあ、いった、どん底どこどこモンスターズ VS キングの戦いだ。さあ、どうなるか、ダメージはどのように通っていくか。あっと、キング、それでもお構いなしか。キングに12のダメージ、18のダメージ、いただいているダメージは21ぐらいです。これは非常に柔らかい。そこにドーナツまで再生してきた。ドーナツレイバー、おっと、みんなが俺たちにも敵を打たせてくれないかと。あ、いいですね、見にくいですね、画面が全く誰も入る余地なし、ぎゅうぎゅうです。おしくらまんじゅう状態の中、キング着々と少しずつ少しずつ左足を削られていっている。キング、しかしキング、常人ならざる強さを誇っておりますから、この耐久性、こちらのモンスターズを倒してしまうやもしれません。もう邪魔なんで皆さん帰ってくださいという感じですね。これは非常にもうハムートなんてもうどうしたらいいかいや、ここはもう人が入ってはいけない領域です。皆さん帰りましょう。入ってはいけない領域なのです。いやー、しかしこれには困った。なすすべなしか、キング。そして全く動こうとしない、よし。何の意味があるのか、何のために下顎がそれほど蓄えられるのか。あっ、まさかモハメドカニが、なぜか理由なく意識不明です。モハメドカニ、その強靭な右の拳でやられてしまいました。そしてガッジーラは、ガッジーラもどっかにいている。おー、これはガンダムと、ガンダムと一騎打ちか。あー、これでもちょっと一方的ですよ。キング、これ盛り返しているか、盛り返してるんじゃなかろうか。ガンダムの攻撃が一発当たる前に、キングの攻撃は2発、3発と当たっていっております。あーと、ここでモハメドカニ復活。いやー、装甲の硬さなら僕も負けていないよと立ち上がりました。ここに佐川の赤頭やられてしまいました。そしてモハメドカニもう一度ダウン。ダウンがすこぶる早いモハメドカニ。しかし頑張っていますね、キング。そしてガンダムはガンダムで強靭ですね、体が。なかなかやはりこう怪物と怪物の戦いではこいつは何をしているのでしょうか、何をするために生まれてきたのでしょうか。非常に私腹が立ってまいりました。ああ、またダウン、モハメドカニ。もうモハメド画面を食うので立ち上がらないでいただきたい。そして日本2もそれに続いてダウンです。キングやはり強し、キングそれでも倒れない。やっとまたやってきたやってきたかと思えばモハメドカニ一体どうしてしまったんでしょうか。カニ味噌を食べられてしまったか、モハメドカニ。お、これガンダム劣勢ですか。ガンダム劣勢まであります。すごいですよキング。これ血のりを生かしているのか。あ、ここでなんとヨッシーが、今こそ俺の出番だと言わんばかりにヨッシー身を盾にして仲間を守っています。いや、ここで戦うのはみんなダメだと、ここはダメだと。しかし一切の攻撃はしません。あーっと、ヨッシーここで試合放棄。ヨッシーまたも試合放棄です。あ、しかしヤマトの親分がやられた。あ、ヤマトの親分、あ、そう、ヤマトの親分だけはうるさい。おお、急にヤマトの親分がやられた途端怒り出しました、ヨッシー。どうしたのか。さあ、どうでしょうか。そろそろキング倒れるのではないかという頃合いでございます。残り頭部の値が40。この頭部のところを消してしまえば28です。あと1発2発、あと1発2発当てられないか。ここ倒してしまえばあと16、いけ、モハメドカニ当たり、決めろ、あと1発、あと1発、いやおっと、立ち上がった、おっと、立ち上がった。どういうことか。え、頭部がやられても なお立ち上がるのか。どういう神経してんだキング。よし、あーっと、あー、また、なんてこった、まさになんてことだ全然知らない、倒れるということを知りませんキング。おお、よし、よし、おお、まだ行くか、ガズイラ行け、
ガジラよ、おい、いった、おっしゃ、今ゲットしろ、ビーム。ゲーム、お前、今のためにいねえぞ。誘拐。捕まえました、ビーム。いやー、こいつすごい再起動能力を持ってるわ。マジ尋常じゃないわ。ちょっとみんな回復しろ、こいつ持って帰らなあかんから。非常にやっぱ体力も多いし、何よりももうこれ強かったね。やっぱ防御面も強い、硬いっていう意味、この打たれ強さと、さらにこの、ここ防御っていう類はないのかな、打たれ強さかな。まあ、とにかくダメージが通らなかった、あんまり通らなかったっていうことと、攻撃ターン数が非常に早かったですね。このキングはもしかするとこの剣士の中で一番強いんじゃないかっていうぐらいの、まあ、数値は間違いなく一番強いですから。149なんて数字を見たことがないですから。よし、直し終わりました。こっからですね、問題は何かっていうとね、今 P が持ってるでしょ、 P が倒れるでしょう、復活するんですよ。マックスの状態でキングが復活してしまうんですよ。こいつは普通、例えばね、これ直した時に、例えばまあこれいいわ、ガンダムでもいいわ、ガンダムって今か、まあ、怪我を一応応急処置はしてるけど、この白い線ずつゆっくりゆっくり回復していくのね。でもこいつは機械なんですよ、あくまで。だからもう直したら直した分だけもう動けんのよ。ここだけ減らさなきゃならないのよ、俺は。次戦うってなると、これが非常にまずい。やもう変に動かないでほしい、 B。 よし、じゃあみんな帰ろうかなあ、帰ろう、帰るまでがモンスターハンターやからなあ。ああ、ほら、もう今日のフレーズも何にも分かっちゃいないよ、こいつ。ほら、常に何にも見て、でもこの愛くるしさ、みんなほら、こんなに可愛いね。ほら、これでちょっとあれ慰めたけど、おめでとう、おめでとう、みんなおめでとうって言って、ほら、可愛い。よし、スリコンも稼ぎ上げろ、邪魔やから。うわ、ちょっと待って、うわー、もうほんまにこいつだるい、もうもうさー、もう早く殺せよこいつら。マジどうすんの、どうしたらいいの、また俺こいつ倒すの無理やって、不可能やって。え、もうこ、今年こいつ誘拐とかできんの、今誘拐とか、もういいって。さあ、と言いますことで、本日はですね、まあ、こいつちょっと何とかしなきゃならないけど時間かかると思いますんで、この辺りにしておきたいなというふうに思ってます。まあ、まあ、形としてね、キングが仲間になるのかどうかちょっとわからないんですよ。これ一応機械なんで、手なずけることができるのかどうかっていう、ただ肉を食べるっていうことなので、その意味で言うと同じようにブラックゴリロ、キングゴリロと同じような感じなのかなって思ってるんですけどね。まあ、それは次回、まあ、審議のほどはね、はっきりするといたしまして、次回が、まあ、いよいよ最終回に近づいているのではないかと思っています。で、私はですね、こちらこのキャットロンエグザイルというところにいる、まあ、マッドキャットロン、まあ、カトロンって言ったりもするんですけど、そういうやつを倒しに行く、本当ラスボスですね、倒しに行きたいなというのと、あとですね、次回はここら辺ですね、なんかまだ見られていない建物って実はあるんですよ。でここら辺なんとかしたいなっていうことと、やっぱ目的としてね、こいつをゲットするってのもありますが、彼ですよね、今多分顔面真っ青やと思うんですよ。あ、落としてもうたーいうことで、彼をね、強くしたいっていう、まあこれはもう本当に永遠のテーマなのかもしれないんですけど、実はでも今回一歩踏み入れたのよね、最強への道。どういうことかっていうとね、彼一応この腕を、今回足か、足を失ったんですよ。で、ここ両手両足全てが義足と化してしまったんですね。これはキングに食われたことによって、ここの4つの部分のパラメータ、これが最高の状態なんですよ。今まさにサイバービープが誕生したんですよ、今日。すなわち彼はもう、あと基礎的な能力、攻撃力とか防御力とか、そういったものを高めさえすれば、腕や足に関して筋力に関してはもうもはや向かうところ敵なしなんですよ。その技術が今度体に追いついてくるかどうか、そういったところも含めて次回挑んでいきたいなと思っております。と言いますことで、本日の尺どうなってるか分かりませんが、最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。よろしければまた次回もご覧ください。それでは皆様、本日も一日お疲れ様でした。